こんにちは。犯人を逮捕できていない、または犯人の特定などができていない事件を一般的に未解決事件と呼び、例として一家4人が自宅で何者かによって殺害された世田谷一家殺害事件や、茨城県牛久市で発生した強盗殺人事件、茨城少年リンチ殺人事件などがあります。そしてそんな未解決事件の中には、ある女子高生が衣服を脱がされ、バールのようなもので殴打されることになる凶悪な事件が含まれていることをご存知でしょうか。ということで今回は2008年5月に京都府舞鶴市で発生した未解決事件、舞鶴高一女子殺害事件とその実行犯だと言われている男、中克美の生い立ちをご紹介していきたいと思います。では行く。生い立ち。中克美は1948年に京都府舞鶴市で生まれ、寝たきりの状態の父親とその父親を介護する母親の2人と共に暮らし始めました。ですが中の父親は母親に対して暴力を振るっていたようで、その影響によるものなのか、幼少期に両親は離婚し、中は母親の手によって育てられることになりました。その後母親と共に岐阜の家に引き取られたものの、中は不良少年に変貌を遂げ、通っていた高校を中退し、目にする人たちに脅迫や恐喝を行ったことで少年院に送致されています。それから少年院を出た中は真面目な態度で京都府や大阪府の自動車整備工場の作業員や警備員のほか、飲食店の従業員として仕事をするようになり、24歳の時にはホステスをしていた林よし子さんとの交際をスタートさせました。ですが林さんの家族は2人の交際を反対しており、家族は林さんを強引に実家に連れ戻してしまいました。そしてこれに激高した中は出刃包丁を片手に林さんの実家に向かい、なんとそこで林さんとその兄を殺傷してしまったのです。そして近隣住民を人質に民家に6時間以上立てこもり続け、逮捕後は懲役16年の実刑判決を受けています。それから刑務所では模範囚とみなされ12年で仮釈放されてから、中は舞鶴市に戻り工場で働き始めたものの、1991年には21歳の女性を襲ったため懲役6年の判決を受けました。その後釈放された中はスキンヘッドであったことから周囲の子供たちからハゲタカという異名で呼ばれ始め、生活保護を受給しながら外に捨てられているゴミを漁って持ち帰り、鈍器を持って外を徘徊するという異常性を見せるようになりました。舞鶴高一女子殺害事件。中がそうした気候に走っている時、この事件の被害者となる当時高校1年生の少女小杉美穂さんが京都府舞鶴市で生まれました。小杉さんは両親の離婚をきっかけに幼少期に母親に引き取られ、小学校2年生の時には母親が再婚し、その再婚相手と良好な関係を保ちながら3人で暮らすようになります。また小杉さんは近所の友人の家に遊びに行くこともあったほか、ギターが好きでバンドを組む仲間を探す活発な一面を見せていたものの、普段から深夜に一人で散歩をする癖があった上に、中学生の時から学校を休みがちになっていて、高校に進学した時には母親の再婚相手が死亡したことをきっかけに不登校になってしまいました。それから不登校になってからも深夜の散歩は続けており、2008年5月6日の夜10時に一人で外出し、工事現場の赤色灯を見つけると、その写真を携帯電話で撮影し、自身が運営していたブログに「イェイ発見」という言葉とともにアップロードしています。ですが日付をまたいだ5月7日の深夜12時50分に、友人に対して国道沿いのドラッグストア付近にいると携帯電話で話し、その直後に東京に住む兄に携帯電話でメールを送信したのを最後に、彼女の行方は途絶えてしまったのです。その後5月7日の朝9時、小杉さんが帰ってこないことを心配した母親が警察に捜索願いを提出したところ、翌日5月8日に舞鶴市内の雑木林で土や枯れ葉をかけて隠されていた全裸になった小杉さんの遺体が発見されました。加えて顔や頭にはバールのようなもので殴られた痕跡が残されており、殴られた影響なのか鼻は潰れていた上に頭蓋骨は砕かれていたそうです。捜査。それから警察は交友関係を調べることで簡単に犯人にたどり着くと楽観視しつつ、殺人事件として捜査を開始します。そして小杉さんと親しかった10代の少年を疑ったのですが、アリバイがあることが判明し、また小杉さんは周辺とのトラブルなども特になかったため捜査は難航しました。しかしその捜査の途中で小杉さんの衣服や所持品が発見され、非常に不鮮明ではあるものの、小杉さんが黒い服を着用しながら自転車を押して歩いている中と
とおぼしき男と二人でいる様子が薬局や自衛隊基地の防犯カメラなどに映っているのが確認されました。さらに殺人事件が起きた直後に中は事件の日に着ていたとされる黒い服と所持していたと思われるバールをどこかに捨て所有する数台の自転車の色を塗り替えるという証拠隠滅とも思える行為に及んだことが判明しています。加えて事件前日の5月6日に中はスナックで酒を飲んでおり、そこの店員が当時の中は黒いジャンバーを着用していたと証言しています。さらに5月7日の夜2時20分頃、小杉さんの遺体が発見された場所から 200m 離れた位置で一組の男女が目撃されており、そのうちの女性の話し声を多くの近隣住民が耳にしています。そのため警察は中が犯行に関与しているとみて、物的証拠をつかむために弁護人の立ち会いのもと中の家宅捜索を始め、2009年4月には殺人罪と死体遺棄罪で逮捕に踏み切りました。なお2008年11月時点で中は女性の下着や神社の賽銭の窃盗の疑いで逮捕されていたことが分かっています。裁判。2010年12月、京都地方裁判所は初公判を開き、その後の10回に及ぶ公判において、中が小杉さんと一緒に歩いていた事実の有無や、防犯カメラに映っていた人物が中であるのかについての論争が続き、その中で弁護士は無罪を、検察は死刑を主張しました。それから裁判所は単なる印象に基づくものが多いとした一方で、中が死亡する直前の小杉さんと共にいたことを認定し、有罪にした後、偶発的な犯罪であるという理由から死刑ではなく無期懲役を言い渡しました。その後弁護士はこの判決を不服として大阪高等裁判所に控訴しています。それから2012年12月この裁判所は中を犯人とする証拠はないとして、なんと無罪を言い渡したのです。さらに検察側の上告は棄却されたため無罪判決が確定し、舞鶴光一女子殺害事件は未解決事件となりました。なおこの無罪の理由として5月7日夜3時過ぎに事件の現場近くを通ったトラックの運転手の証言があります。というのもこの運転手は曖昧だった記憶を必死に思い出しながら自転車を押す男性と若い女性を目撃した、男性については19歳から20歳ぐらいと話していたのですが、事件当時の中は60代でした。この矛盾点があるにもかかわらず捜査員は複数人の写真を添付した台帳を被害者や目撃者に見せて犯人を特定させる作業を行う前にこの運転手に中の顔写真を見せてしまったのです。その結果もともと曖昧だった運転手の記憶と証言が中の特徴に合う内容に変化してしまったと言われており、裁判において弁護士のことを厳しく批判し、大阪高等裁判所も運転手は事後的に得た中被告の特徴を混同したと判断しつつ、目撃者の記憶が曖昧な状態で犯人とおぼしき人物の顔写真を見せてしまうという捜査員の痛恨のミスを指摘しました。ただし中は小杉さんの裁判に備えて大阪拘置所に収監されていた時、同じく収監されていた人たちに対して本当は俺がやったんや、俺はあの子に顔見られたからなと打ち明けており、続けざまに凶器のバールは警察が捜索した山とは異なる場所に埋めたから絶対にバレないといった旨を得意げに話していたそうです。煮え切らない結末。こうした煮え切らない結末を迎えてしまった後、小杉さんの母親は新聞社の取材に対して娘の存在は私の全てだったと言い、続けて辛いとか悲しいとかそんな言葉だけではとても言い尽くせないとも話しました。また母親は知人の協力を得ながら毎年のように遺体発見現場の近くに小杉さんが好きだった花を供え続けていることも明かしています。さらに事件に巻き込まれていなければ今頃どんな素敵な大人になっていただろうと想像することで娘を失った喪失感を紛らわせているそうです。ですがなぜ娘がこんなひどい目に遭わなくてはいけないのかという憤りも覚えており、当時小杉さんが感じていたであろう恐怖や痛み苦しみを思うと胸が張り裂けそうになったといいます。そして毎年小杉さんの命日が近づくたびに気分が落ち込み、夜にぐっすりと眠れることはほとんどなくなったとも語っています。また中に無罪判決が言い渡された際、初めのうちは再捜査による真相究明を期待していたのですが、ここ数年は警察から連絡を受けることもなくなったため犯人に法の裁きを受けさせることは不可能だと考えるようになった上に、今更何かが動くとは思えないという定年に似た複雑な思いを抱き続けています。なお母親は仕事をしているのですが、その職場の同僚には小杉さんが死亡したことを明かしておらず、小杉さんが生きていることを前提として常日頃から会話をしているそうです。
その一方で中は2014年11月にホテルのオーナーである知人女性の顔や首、胸などをナイフでめった刺しにした罪で現行犯逮捕されました。そして裁判が開かれた際、検察側は中が女性に好意を抱きキスを迫ったら抵抗されたため刺した、女性の全身の傷があることから殺意があったと主張して懲役25年を求め、弁護士はナイフは女性がもともと持っており、自分を守るためにそのナイフを取り上げたら女性に刺さってしまった、猥褻目的もない、女性から襲ってきたので正当防衛だなどと話して無罪を主張しました。その後大阪地方裁判所は懲役16年の判決を言い渡したのですが、中は服役中の2016年7月に病気によって死亡しています。こんにちは。日本には数多くのタブーがあると言われています。その中には生活保護受給者を食い物にする貧困ビジネスという警察も迂闊に触れられないタブーが存在するのをご存知でしょうか。ということで今回は貧困ビジネスの闇に触れて一人の女性が消されてしまったと言われている事件、西成マザーテレサ事件について解説していきたいと思います。では行く。西成のマザーテレサ。2009年11月16日午前1時20分、大阪市西成区の南部を流れる木津川沿いにある千本松渡船場で、二人組の釣り人が川に浮かぶ一人の女性の遺体を発見しました。この時亡くなっていた女性は西成区鶴見橋にある診療所に勤めていた当時34歳の内科医矢島幸子さんで、矢島さんは西成のマザーテレサと呼ばれていました。どうやら矢島さんは学生時代に医療ボランティアに興味を持ち始めたらしく、医師になってからも貧困街として知られる西成の愛林地区に路上生活者や生活困窮者を対象に無償で医療活動をしていたためそう呼ばれていたそうです。他にも矢島さんはボランティアとして生活困窮者のために炊き出しや労働者支援をしたり、薬や寝袋の提供もしていました。このようにボランティアに積極的に取り組めるほどの心の余裕があった矢島さんですが、実は亡くなる2日前に知人男性に遺書を送っていたのです。そのため当初警察は矢島さんの死に事件性は一切ないと判断していたのですが、この事件には不審な点があまりにも多く事件性を疑う声も多く上がっています。それではここから事件前の状況と事件の不審点について解説していきたいと思います。警察の不審点。矢島さんは遺体となって発見される3日前の11月13日以降、勤めていた診療所に出勤しなくなり、一切連絡も取れなくなってしまいました。またこの日矢島さんは診療所を離れる直前、診療所にある警備システムを作動させており、警報作動から30分後に警備員が診療所に到着したのですが、この時すでに診療所には誰もいませんでした。そして行方をくらませている間に矢島さんは知人男性に絵はがきを送っていて、そのはがきにはこう書かれていました。出会えたことを心から感謝しています。おじさんたちのために元気で長生きしてください。このように手紙からは矢島さんが仕事で思い悩んでいる様子は見受けられなかったのですが、なぜか警察は手紙の内容から矢島さんは過労によって死を選んだと断定していたのです。そしてこのような警察の対応に対して矢島さんの両親は、娘は仕事で思い悩んでいる様子なんてなかったと反論しています。また矢島さんの遺体には首を手で絞められた時にできる圧迫痕に加え、頭皮下血腫も見られ、矢島さんと同じく医師だった矢島さんの両親は他殺を疑っていました。そして矢島さんの両親が警察にそのことを指摘すると、警察は遺体を水中から引っ張り上げたのは第一発見者の釣り人だ、引っ張り上げた際に遺体を落としてしまったらしい、頭皮下血腫はその時できたものだろうと話したそうです。ちなみに矢島さんは例の手紙を出した直後に亡くなっており、川から見つかった時には死後2日経っていたので、発見された際血流は止まっていたはずです。ですが頭皮下血腫は血流がある状態で形成されるため、警察の主張は明らかにおかしかったのです。そのため矢島さんの両親は警察に対して再捜査請求書および苦情の申し立てを行ったのですが、警察はなぜか頑なに事件性はないと主張し続けました。そこで矢島さんの両親は解剖学の権威である上野正彦教授に死因を証明する死体検案書を作成してもらいました。そして作成された死体検案書には矢島さんの両親が指摘した点に加え、死後硬直の不自然さにも触れられていました。
どうやら引き上げられた遺体の肘関節は直角に死後硬直していたようなのですが、水死体の場合は死後硬直が起こらないらしく、上野教授も矢島さんは何者かに殺害された可能性が高いと主張していました。そしてさすがにここまで証拠が出揃ってしまっては警察も動かないわけにはいかなくなり、他殺の線でも捜査をすると述べました。何者かの暗躍。この事件に関する不審な点は、圧迫痕や死後硬直などといった遺体の状況だけではありませんでした。例えば、遺体発見から約1ヶ月後の2009年12月には、矢島さんが普段通勤に使っていた自転車が、とある市営団地で見つかっているのですが、この市営団地は矢島さんが住んでいた団地ではなかったのです。さらに矢島さんの勤務先や事件現場から団地までの区間に設置されている防犯カメラには矢島さんの姿が一切映っておらず、その上不自然なことに自転車には矢島さんの指紋が拭き取られた跡も見られたため、自転車を移動させたのは矢島さんではない誰かだと考えられています。また矢島さんが行方不明になってから数時間後には矢島さんの家から男女の話し声が聞こえたという証言もあります。他にも矢島さんの遺体を発見した2人組の釣り人の証言にも不可解な点があると言われています。どうやら警察曰く、釣り人たちは矢島さんを発見した後、川の近くにあった鎖で遺体を引っ張り上げたようなのですが、実は近くに鎖などなかったと言われています。そもそも渡船場は釣りが禁止されており、遺体が発見された午前1時はとっくに閉鎖されていて、本来人が立ち入ることはできません。また元兵庫県警警部補で、退職後もその経験を生かし、事件に巻き込まれた被害者などの相談に乗ったり、警察の裏事情を内部告発していた飛松逸夫氏もこの事件における警察の対応に違和感を覚えていたらしく、2010年には遺体を引き上げた釣り人たちに独自の聞き取り調査を行っていました。その時の聞き取りの内容は、引き上げる時に使った鎖のありかや遺体の引き上げ方、引き上げる時に遺体を一度落としてしまった時の話などで、飛松氏による質問に対し釣り人たちは曖昧な返事しかしなかったそうです。そしてもう一つ、矢島さんが亡くなる直前に絵はがきを送った相手についても謎が残っています。この時矢島さんが絵はがきを送った相手は、矢島さんの彼氏を自称する就労相談員の M さんで、 M さんは当時62歳でした。一方矢島さんは当時34歳で、2人の年齢差は28歳だったため、 M さんが本当に矢島さんの恋人だったのか疑う声も少なくありません。さらに誰一人として M さんと矢島さんの関係を知る者はいなかったようです。ですが M さんは60代の自分と交際していることを知られたら矢島さんの活動の妨げになるという理由で、周囲には矢島さんと交際していることを隠していたと発言しており、この真偽は分かっていません。そしてここまでいくつかの不審点について触れてきましたが、もちろんこれら全てが矢島さんの他殺を隠すために仕組まれたことであると言い切ることはできません。ですがここまで不可解な点が多く残されていたことから、矢島さんは誰かに殺害されてしまったのではないかという意見が多く上がることとなりました。さらに矢島さんを手にかけた人物は警察をも動かしていると考えることができるため、非常に強い権力を持った人物なのではないかといった意見も上がっています。貧困ビジネスの闇。結論から言うと、この事件の黒幕については事件から10年以上経った今でもはっきりと分かっていません。ですがこの事件の裏にはアイリン地区にはびこる貧困ビジネスの闇が深く関わっているのではないかと言われています。ここで言う貧困ビジネスとは、生活保護制度を悪用して利権を食い漁るビジネスのことで、具体的には次のようになっています。貧困ビジネス業者が路上生活者に住居の斡旋をする、路上生活者に住民登録及び生活保護の申請をさせ、生活保護から賃料などを払わせる、貧困ビジネス業者が賃料などを水増し請求する、こうすることで不動産業者、路上生活者、貧困ビジネス業者の全員がメリットを受けられます。また貧困ビジネス業者が生活保護受給者に対して医師から必要のない薬を大量に処方してもらうよう誘導することもあります。なぜなら生活保護受給者は医療費が基本的に無料なので、薬を処方されてもコストがかからず、医師は国から医療費を請求して利益を上げ、貧困ビジネス業者はその医師からバックをもらって利益を上げることができるからです。そして正義感が強かった矢島さんは生前そういった貧困ビジネスに関与している団体と対立していたらしく、アイリン地区の貧困ビジネスの実態を告発するためにマスコミに接触していたことも知られています。ですが貧困ビジネスに関わる人物がそのことを嗅ぎつけて矢島さんの殺害に乗り出したというのが有力な説となっています。
実際に矢島さんは行方不明になる直前、殺されるかもしれないと知人に話していたそうです。また警察が事件の隠蔽に関わっていたのは、生活保護受給者が減り路上生活者が増えてしまうと治安が悪化すると考えたからだと言われています。実際にかつてのアイリン地区では日雇い労働者による暴動が頻発して警察も手に負えない状況だったのですが、ここ最近のアイリン地区は生活保護受給者の割合が増加したことで治安がかなり良くなっています。もちろん矢島さんが貧困ビジネスの闇に触れて殺されたという説はあくまで憶測の息を出ない話ですが、実は事件から数年後に矢島さんの活動に協力的だった佐藤豊さんが自宅から焼死体となって発見されていたのです。この時の出火の原因はタバコの不始末とされていますが、他の矢島さんの関係者も事件後数年以内に次々とアイリン地区から姿を消しています。そのため貧困ビジネスに関わる何者かが見せしめとして矢島さんや佐藤さんを殺害し、お前たちもあいつらのようになるぞと牙を剥こうとする者に圧力をかけたのではないかと噂されています。現在でもアイリン地区では暴力団や偽 NPO 法人が路上生活者を利用して不当に利益を得ていると言われています。その利益の出所が税金である以上、警察は彼らの行為を取り締まるべきでしょう。また本件については死体遺棄罪としての公訴事項はすでに成立していますが、殺人事件としてはまだ捜査中ということになっています。本当に真犯人が存在するのかについては定かではありませんが、少なくとも矢島さんの両親は現状の警察の捜査と判断には納得できていないようです。もしこの事件にまだ判明していない真相があるのであれば、少しでも事件の真実が解明されることを願います。こんにちは。用意周到な殺人犯は自身の犯行を隠蔽するため被害者の遺体を人気のない場所に遺棄します。ですが殺人犯の中にはあえて人混みに遺体を放置するような常軌を逸した行動をとる者も存在しています。ということで今回は東京駅のコインロッカーの中に入っていたスーツケースから腐敗した老婆の遺体が発見された謎多き事件、東京駅コインロッカー老女遺体遺棄事件についてご紹介していきたいと思います。では行く。始まり。2015年4月26日午前9時40分頃、東京都千代田区に位置する東京駅にてコインロッカーの管理会社に勤めている50代の職員が丸の内南口改札周辺を点検していた際に、無施錠のコインロッカーの中に放置されている黄色のスーツケースを発見します。そのスーツケースは縦70センチ、横50センチ、幅25センチと標準的なサイズで、外側から鍵はかかっていなかったそうです。その後職員はコインロッカーの不正利用もしくはスーツケースの不法投棄だと判断し、回収したスーツケースを駅構内の一時保管庫に移しました。またコインロッカーの管理会社の職員は本来であればカバンなどを回収した際に中身を確認する必要があるのですが、この時職員がスーツケースを開くことはありませんでした。その約1ヶ月後、回収したスーツケースの保管期間が過ぎたため職員がスーツケースの中身を確認したところ、なんと中には腐敗した女性の遺体が入っていました。そして職員はすぐに近くの交番にスーツケースを届け、警察官にロッカーに入っていたスーツケースの中に人のようなものが見えると告げました。その後対応した警察官がスーツケースを開くと、女性の遺体が体を丸められた状態で詰め込まれていました。また遺体は掛け布団のようなもので包まれており、ベージュのカーディガンを着用していたそうです。そして警察は犯人がスーツケースに遺体を入れ駅構内のコインロッカーに遺棄したことから、殺人と死体遺棄の両方の可能性を追って捜査を開始しました。事件の謎。事件発覚後、警察が管理会社の職員に聞き込み調査を行ったところ、50代の職員が遺体の入ったスーツケースを回収した前日の午前9時に他の職員がコインロッカーの点検を行った際には不審物は見当たらなかったとの証言があったため、犯人は25日から26日の早朝の間に遺体を遺棄したと考えられました。また基本的には遺体が腐敗すると強烈な腐敗臭が周囲に漂うため、1ヶ月以上も遺体が放置されることは稀なのですが、今回の事件ではキャリーバッグが密閉されていたことや一時保管所の室温が低かったことで腐敗臭があまり発生しておらず、遺体の発生が遅れたと言われています。その後警察は駅構内に設置された防犯カメラの映像を確認するのですが、死体が遺棄されてから1ヶ月が経過しており、すでに事件当日の映像は上書きされていました。ちなみに防犯カメラが鮮明な映像を記録できるのは10日間ほどであり、解像度が低い映像に至っても3
週間前のものしか残らないため、事件当日の映像は一切残存しておらず、捜査は極めて難航することになりました。さらに捜査員の中には上書きされた映像の復元を試みた者もいたのですが、一度上書きされた映像を元に戻すことはできず、捜査が進展することはありませんでした。その後警察は遺体に残された情報から犯人を特定するため司法解剖を行ったところ、女性の年齢は70代から90代であり、身長は約140センチだと判明します。さらに女性の遺体には刺されたり殴られたり首を絞められたりといった痕跡はなく、死因が毒物の摂取や溺死でもなかったことから他殺の線は薄いと判断されました。その一方で遺体の大部分が腐敗していたことから、女性の明確な死因は特定できなかったため、女性が何者かによって口を塞がれたり濡れたタオルを顔にかぶせられたりといった方法で殺害された可能性も存在しました。さらに警察は生前の女性の健康状態を調査したのですが、遺体の腐敗が進行していたため、遺体が寝たきりの状態に陥っていたことを示す褥瘡と呼ばれる跡などを判別できず、遺体から犯人につながる情報はほとんど得られませんでした。その一方でキャリーバッグの中から黒のイヤホンと埼玉県のパチンコ店のタオルが発見されたため、警察はパチンコ店の従業員や客を中心に聞き込み調査を開始します。また被害者女性がパチンコ店を利用していた可能性もあったため、警察はパチンコ店の半径 7km 以内に行方不明の年金受給者がいないか調査しました。さらに警察は埼玉県や東京都に勤務している歯医者に対し、被害者女性の歯型を紹介したり、キャリーバッグや女性が着用していた衣服の購入先を調査したりと、様々な方法で被害者の身元を特定しようと捜査を行うのですが、いずれも事件解決にはつながりませんでした。ちなみに捜査が難航した理由に関してですが、遺体の発見が遅れたこと以外にも、遺体が遺棄された場所が東京駅だったことが挙げられます。東京駅には電車、新幹線、地下鉄、バス、タクシーなどの様々な交通手段があるため、渋谷駅や新宿駅などの都内の駅と比較すると、犯人が地方から訪れ、そのまま逃走した可能性が高いことから、警察の捜査範囲が拡大する要因となりました。その一方で、人の心理的に遺体の入ったスーツケースを長時間持ち運ぶとは考えにくいため、東京駅周辺に住んでいる者の犯行だと主張する捜査関係者もいます。不可解な行動。捜査が進展しない中、今回の事件における最大の謎である死体遺棄を行った犯人の目的について捜査関係者によって様々な議論が行われました。まず犯人の動機に関してですが、多数の捜査関係者が犯人は女性を殺害した後に遺体を遺棄する場所に困り東京駅に訪れたのではないかと推察しました。実際に東京駅は多種多様な交通手段があり、非常に交通の便がいいため遺骨を遺棄される事例が他の駅よりも多く、3件もの遺骨遺棄事件が発生する年もあったそうです。その一方で被害者女性の家族は同居人が行方不明届を出していないことから、捜査関係者の中には犯人の正体は女性の親族であり、犯行の目的は女性の年金を不正受給することだと推察する者もいました。ですが犯人の動機が何であれ、犯人が人気のない場所ではなく、わざわざ人通りの多い東京駅のコインロッカーに遺体を遺棄し犯行が発覚するリスクを負ったことに、様々な捜査関係者が違和感を抱きました。さらに犯人の行動の不可解な点として、犯人が遺体の入ったスーツケースを遺棄した際にコインロッカーを不正利用した点が挙げられます。もし仮に犯人がコインロッカーを正規利用していた場合は、最大で3日間も遺体の発見を遅らせることができたにもかかわらず、犯人はコインロッカーを不正利用し、その翌月にスーツケースを回収されています。これらの犯人の不可解な行動に対して、警察は犯人の所持金が少なく、コインロッカーを利用することができなかったと推察するのですが、犯人がコインロッカーの利用代金を支払えないほど困窮していたとは考えづらい上、遺体を入れたスーツケースに鍵をかけていないことから、捜査関係者の中には、犯人が意図的に遺体を発見されやすい状況を作った、と主張する者もいます。例えば犯人が被害者女性と親しい間柄で金銭的な理由などで女性の葬儀を行えず死体を遺棄せざるを得なかったと仮定した場合、犯人は遺体の状態が悪化する前に第三者に遺体を発見されたかったため人通りの多い東京駅に遺体を放置したと考えると、犯人の不可解な行動の辻褄が合うことから、この説は非常に有力と考えられました。実際に犯人はビニール袋などの遺体を密封できるものを用いずに女性を布団
で包んでいることから、被害者を丁重に扱っている様子が伺えます。その他にも、犯人が遺体を遺棄する際には、遺体の身元を隠す必要があるため、遺体から服を脱がせることが多いのですが、女性がカーディガンを着用していたことから、犯人は死に装束として遺体に服を着せたのではないか、と推察されました。また、今回の事件に関して、警視庁元刑事で犯罪心理学者の北芝健さんは、犯人は女性の親族で生活が困窮し、葬儀を行えずに遺体を遺棄した可能性が高い。犯人が遺体を遺棄する場所に東京駅を選んだ理由は、犯行後すぐに遠方に向かい、現実逃避をするためではないか、と語っています。さらに北芝さんは、犯人があえてコインロッカーに遺体を遺棄した目的は、葬式を行えなかったため、コインロッカーを墓に見立てたのではないか、と自身の見解を述べています。結末。捜査関係者の間で今回の事件をめぐる議論が行われる中、捜査本部は遺体の情報をもとに頭蓋骨の模型を作成し、樹脂や粘土などで肉付けして元の顔を再現する復顔という技術を用いて、被害者女性の顔を推定した写真を作成しました。その後、2015年10月に捜査本部は推定した女性の写真を掲載したポスターやチラシを作成し、東京駅周辺でチラシを配ったり、埼玉県のパチンコ店周辺にある町内会の観覧板を用いて顔写真を回したりと情報提供を求めたのですが、現在でも有力な情報は寄せられていません。そして死体遺棄事件の公訴時効は3年であるため、2023年時点ですでに事件は成立しているのですが、警察は殺人事件の可能性も考慮して引き続き捜査を行っています。今回の事件は、女性の遺体がスーツケースの中に詰められ東京駅のコインロッカーに遺棄されたものの、犯人の正体だけでなく行動の目的や犯行の動機も一切判明しなかった謎に包まれた怪事件として知られています。このような遺体が弔われずに遺棄されるという痛ましい事件が二度と繰り返されないことと、事件が一刻も早く解決することを祈っています。こんにちは。人は誰しも他人には打ち明けられない秘密を隠し持っているのではないかと思います。しかし中には他人を殺めた過去を持ち、正体を偽りながら逃亡生活をしている人物が存在することを決して忘れてはなりません。ということで今回は、被害者の上半身を20年以上隠し持っていた男、脱獄から56年もの間逃げ切った男、自白のためにテレビ出演を果たした男など、時効成立まで逃げ切った凶悪犯たちの事例を5つほどご紹介していきたいと思います。では行く。日本一周の果て。1994年5月20日、沖縄本島からフェリーで2時間ほどの場所に位置する座間味島の海岸にて、当時29歳の女性 A さんが変わり果てた姿で発見されました。何でも A さんは事件の1ヶ月ほど前から社内不倫で愛人関係にあった当時66歳の門脇康則と共に、偽名を用いて夫婦を装いながら日本一周の旅をしていたそうです。しかし1994年5月12日、座間味島のホテルを2泊した記録を最後に2人は姿をくらませました。そして2人のチェックアウトから6日後となる5月20日には、島内屈指の心霊スポットであり、普段は滅多に人が寄りつかないとされる総志浜の海岸で、手足と顔を出したまま砂浜に埋もれる A さんの遺体が発見されました。ちなみにこの時 A さんの遺体は愛人の門脇のものとみられる男性用下着を着用していたそうで、周辺には睡眠薬や酒が散乱していたことから、酩酊状態で生き絶えたのではないかと考えられています。そして遺体発見後、警察が島内の捜査を行ったところ、 A さんが生前着用していたと見られる浴衣や浴衣の帯を切り刻んだもの、穴の開いた千円札といった遺留品の数々が発見されました。そこで警察は無理心中の可能性を視野に捜査を進めるのですが、門脇の遺体は発見されなかったため、門脇が A さんを殺害後逃走を図ったと推定されました。しかし座間味島を行き来するフェリーの乗船券を洗い出してもなお、門脇が島を出た証拠は見つからなかったそうです。そのため警察は事件からおよそ3ヶ月後に門脇を殺人容疑で指名手配しました。そしてその後は門脇の会社の元同僚が東京都内で3回ほど門脇らしき人物を目撃しているのですが、いずれもその人物の正体は判明していません。
また門脇の地元秋田にある門脇家の墓には親戚がいないにもかかわらず何度か花が添えられていたそうで、警察は門脇が時折墓参りをしているとみて動向を追っています。しかし事件発生から15年の月日が経過した2009年5月20日殺人罪の公訴事項が成立したことでついに門脇が罪に問われることはありませんでした。また事件から29年の月日が経過した現在、生きていれば95歳となっているのですが、事件後は病院を受診した形跡もないそうです。しかし事件前より門脇の左目は白斑化していたことから、すでに失明している可能性が高いという情報だけが残されています。門脇と A さんは日本一周中に200万円を使っていて、さらに旅の途中で親戚や親に合計100万円無心していたそうです。普通に考えると旅費のために親戚から100万円かき集めるというのは変なので、もともと心中を図ろうとしていたのでしょうか。そもそも不倫旅行だからといってわざわざ偽名を使うのも不自然に思いますし、現場に残された遺留品は被害者を中心に円を描くように置かれていたという話もあったり、遺体発見現場付近が地元で有名な心霊スポットだったりと、多くの謎が残された事件となっていますが、現場に残された穴の開いた1000円は手品以外の用途が思いつきませんでした。実は門脇も A さんと一緒に亡くなっていて、遺体が見つかっていないだけじゃないかとも思いましたが、実は事件から1年後に門脇本人から門脇が元いた会社に罵声を浴びせる電話があったそうなので、それがもし本人であれば門脇は生きていたということになりますが、時効を迎えてしまったのでこの事件の真相が判明することはおそらくないでしょう。次は夫婦が暮らす家のクローゼットから女性のミイラが見つかった事件です。ミイラが暮らす家。1970年、三重県の伊勢湾にて、女性の下半身とおぼしきものが発見されました。そこで警察が捜査を行ったところ、伊勢湾内の2カ所に切断された女性の下半身が遺棄されていると判明するのですが、女性の身元の特定が困難となっていたため、遺体の様子から20代でパンプスを履いて立ち仕事をしているという情報のみが推定されました。そうしてその後もあまりにも情報が少ないことを理由に捜査の進展が見られず、事件発生から15年後となる1985年には犯人の特定はおろか被害者の身元さえも一切判明しないまま時効が成立しました。しかし時効から7年後となる1992年、名古屋市に暮らす女性から自宅内で遺体の入った衣装ケースを発見したという通報が寄せられます。そこで警察が駆けつけたところ、衣装ケースの中にあった遺体はミイラ化した女性の上半身であることが確認されました。しかし通報者の女性曰く、衣装ケースは刑務所にいる夫の友人から預かった荷物のことで、夫からは絶対に触ってはいけないと厳しく言われていたそうです。そこで警察が女性の夫を問いただしたところ、夫は1970年に同棲していた女性と口論に発展したことで殺害に及んだと明かし、犯行後は遺体を切断して下半身を伊勢湾に遺棄したと自白しました。そして犯行後は上半身のみを衣装ケースに入れたまま隠し持っていたとのことで、結婚後も妻に触れられないよう保管するなど大胆な手段で証拠隠滅を図っていたことが判明します。しかし本来であれば殺人、死体損壊、死体遺棄という重罪で責任を問われていたにもかかわらず、時効成立を理由に実名報道されることなく書類送検のみで事件は幕を閉じています。何でも犯人は犯行当時バーテンダーをしていて、被害者はホステスだったらしく、犯行の動機は被害者の帰宅が遅いことで口論になり、カッとなって首を絞めて殺害し、その後ノコギリで遺体を切断したそうで、最初なんで遺体の半分だけ保管したんだろうと思いましたが、身元が特定されにくい下半身だけ捨てることで衣装ケースに入る保管しやすいサイズにしたということなのでしょうか。また犯人はその後の供述では、捨てる機会を逸していた、土に返してやればよかったと言っていたそうです。土に返してやればよかったというような情があったのであれば、犯行を思いとどまることはできなかったのでしょうか。56年の逃走。1945年8月、愛知県名古屋市の路上にて韓国籍の男2人がたまたま通りかかった3人の少年から現金を奪ったことで乱闘騒ぎに発展します。そこで韓国籍の男 X は合口と呼ばれる短刀を使って1人の少年を殺害し、もう1人の少年の右腕を切ったことで全治2週間の怪我を負わせました。そうして加害者である韓国籍の男2人は逮捕され、翌年には X の共犯者である Y が恐喝罪で有罪判決を受けています。しかし恐喝罪の他に殺人罪と殺人未遂罪で起訴される予定となっていた X はあろうことか公判開始前に勾留先から脱獄し、そのまま逃走しています。そこで名古屋地裁は X の公訴時効の成立を阻止すべく、事件発生から40年以上が経過した1986年までに合計7回にわたって公判期日を延期するのですが、肝心な X の足取りはつかめないまま時間ばかりが過ぎていきます。
しかし8回目の公判延期期日が迫った2001年に X は数年前に韓国へ密出国していたと判明しました。そのため名古屋地裁と検察庁が協議を重ねた結果、 X が再び日本に入国する可能性は低いと判断し、事件発生から56年目にして X には裁判の打ち切りを意味する免訴を言い渡しました。こうして本事件は犯人の正体が判明しているにもかかわらず、脱獄後の半世紀以上にも及ぶ逃走によって公判が始まることなく幕を閉じています。免訴になった背景としては、犯人が国外逃亡していることの他に、事件から50年以上が経過して犯人がすでに死亡している可能性が高いという点も一因としてあったようです。今の日本では考えられないことですが、リアルプリズンブレイクが実際にこの日本でも起きていたということで、犯人に逃げ切られて寿命を迎えられたのであれば、被害者遺族の方々はさぞ悔しかったことでしょう。20年目の告白。1978年7月25日、静岡県富士市にて銀行員をしていた当時28歳の男性が、勤務中にバイクで営業先に向かったまま行方不明になりました。しかし失踪から11日が経過した8月5日、富士山の山中にて首元をアイスピックで刺された男性の遺体が発見されます。またこの時男性が持ち出していたはずの集金カバンが発見されなかったことから、警察は強盗殺人と断定し捜査を進めました。しかし懸命な捜査も虚しく、事件発覚から15年後となる1993年8月にこの事件は時効を迎えました。そのため本事件は大胆かつ残忍な犯行であったにもかかわらず、犯人像さえもつかめないまま迷宮入りするのではないかと考えられました。しかし時効成立からおよそ5年の月日が経過した1998年2月、驚くべきことに事件の実行犯を名乗る男が雑誌の記者と共に出頭しました。そして出頭した犯人 A は氏名年齢を非公開にし、モザイク処理を施した状態でドキュメンタリー番組の取材に応じています。そして犯人 A は事件当時、自身を含む男2人と女2人の合計4人で共謀し、遊び金目的で犯行に及んだと告白しました。またこの時犯人 A が共犯者3人に連絡したところ、共犯者の男である犯人 B は犯行を認めるのですが、女2人に関してはこの時すでに音信不通になっていたことから足取りがつかめないままとなっています。そして番組内では犯人 A がスタッフやカメラマンを連れて事件現場に訪れているのですが、犯人 A は服装を変えないと知り合いに気づかれてしまうと語り、番組スタッフが購入したジャケットを着用するなど自身の正体は徹底的に隠し続けました。しかし犯人 A は事件当時の様子を回想しながら、事件現場から見える鉄塔が何度も夢に出てきた、犯行当時の状況が夢に出て被害者の血液を何度洗い流しても落とせないような気がしたなどと語り、長年罪悪感を抱えていた様子を見せています。また番組内の取材で自首の経緯を問われた際には、自身が大病を患い先が長くないこと、両親の呵責から逃れられないことを理由に出頭したことを明かしています。しかし番組放送終了後もスタッフが取材を続けていたにもかかわらず、犯人 A はある日を境に音信不通となったそうです。そこで番組スタッフが共犯者である犯人 B に接触したところ、犯人 B は犯行当時被害者に顔を見られたので殺害を決意したと語り、事件後は犯人 A と同様に何度も夢でうなされたなどと罪悪感に苛まれていたことを告白しています。そうして本事件は犯人 A と犯人 B の証言から、強盗目的で銀行員を襲った男女4人が事件発覚を恐れて殺害に及んだという一連の経過が明るみになっているのですが、いずれも時効が成立していることから罪には問われていません。これはすごい特殊な事例になりますが、もし今のように時効が撤廃されていたら法の裁きを受けていたと思うと、時代によって犯罪者の結末が変わってしまうというのはすごく不思議ですよね。まあ時効がなければ犯人が名乗り出てテレビ出演することもなかったとも言えますが、そもそも殺人事件に時効があったこと自体が今となってはとても異常と思いますし、もし叶うのなら過去の事件も時効を撤廃してほしいと思ってしまいます。正体不明のひき逃げ犯。1998年10月大阪市淀川区にて、路上を横断していた会社員の男性が突如として車にはねられ、搬送先の病院で死亡する事件が発生しました。そこで警察は現場に残された車体の破片から元トラック運転手の天浩介を容疑者として特定します。
しかし事件後は居酒屋で法律の本を読む天の姿が目撃情報として寄せられたことを最後に足取りがつかめなくなってしまいました。そこで警察は業務上過失致死などの疑いで天を指名手配するのですが、その後も有力な手がかりは得られないまま、事件から5年後となる2003年10月にこの事件は時効を迎えました。ちなみに令和4年度の犯罪白書によると、死亡事故を伴うひき逃げ事件の検挙率は 98.9% と言われていることから、本事件はひき逃げ犯として指名手配された男が時効成立まで逃げ切ったという極めて稀な事例となっています。しかし一説によると、アマは偽名を使いながら国内外を転々としているそうで、法律の本を読んでいたのは当初から逃げ切ることが目的だったからではないかと指摘されています。とはいえ、仮にアマが国外に逃亡しており、現地に滞在していたことが証明された場合は時効が停止されると言われています。そのため2003年に時効が成立したというニュースは、警察がアマの計算を欺くために出した発表ではないかとも言われているのですが、いずれにしても現在もアマの身柄の確保には至っていません。僕のチャンネルでも以前動画にしたひき逃げ死亡事件で現在も逃亡中の八田与一という男がいますが、八田はひき逃げの容疑者としては全国初の重要指名手配となって、800万円という高額な懸賞金も設定され一時話題になりましたが、最近特に続報聞かないなと思ってちょっと調べたところ、10月に全国の交番などで指名手配ポスターが貼られるようになっているようです。警察の威信にかけても絶対に捕まえなければならないと思っているだろうし、何より被害者遺族のためにも捜査が進展することを願いたいと思います。こんにちは。日本では年間約8万人の失踪者が確認されています。そんな失踪者の中には意味深な痕跡を残して姿を消してしまった人物も多く、これまで当チャンネルではそのような事件を多く取り上げてきました。今回はその中でも未知の言語で書かれたメッセージや筆跡以外の全てが怪しい手紙を残した事件など、失踪後に不可解なメッセージが残された事件を2件ほどご紹介していきたいと思います。では行く。残された未知の言語。愛知県名古屋市親子ら3人行方不明事件。1989年7月26日、愛知県名古屋市に住む3人が行方不明となりました。この事件で行方不明になったのは、当時30歳だったルメイアス・シナノさんと、シナノさんの3歳の息子、ダライ君、2人と一緒に住んでいた34歳の男性、長尾義孝さんでした。ちなみに、シナノさんは日本人ですが、オランダ人の夫と結婚したことで、ルメイアスという姓に変わったようです。ですが、夫が妻子を残してオランダに帰国してしまったらしく、正式な離婚手続きをしないまま、二人は別々の生活をするようになりました。そして、1989年3月に、シナノさんは友人から当時無職で住む場所に困っていた長尾さんを泊めてやってほしいと言われ、長尾さんと同居するようになったようです。それから、同年7月26日、シナノさんの隣人であるニュージーランド人夫婦がシナノさんと会った時、シナノさんはこれから3人で四国へキャンプ旅行に行くんですと話していました。そしてこれがシナノさんの最後の目撃情報となったのですが、長尾さんについてはこの後も目撃情報がありました。7月28日、隣人夫婦は偶然長尾さんを目撃し、あれ？旅行に行ったんじゃなかったんですか？と尋ねると、長尾さんは自分は後から行って合流することになってるんですと言いました。ですが、その後、シナノさんも長尾さんも、ダライ君も行方がわからなくなり、同年9月11日にシナノさんの父親は捜索願いを出しました。そして、警察の捜査により、名古屋空港近くの駐車場にシナノさんの車がガス欠状態で見つかったのですが、駐車場の係員曰く、車は30代くらいの男性が一人で運転していたらしく、男性は福岡に長期滞在する予定なんだ、と言って、7月29日から8月10日までの駐車料金をまとめて前払いしてきたそうです。状況から考えて料金を払った男性は長尾さんだと思われますが、この時駐車場には防犯カメラが設置されていなかったため、長尾さんだと断定することはできません。そして調べていく上で事件性が高いと感じた警察が、シナノさんたちが住んでいた部屋を捜索したところ、なんと押し入れにあった布団や畳の上に血痕が見つかったのです。ちなみに部屋にあった血液は計 200ml 以上あり、シナノさんの血液型と同じ B 型の血液だったことが分かっているのですが、当時の技術では血液がシナノさんのものだと断定できませんでした。また室内からシナノさんのバッグと財布はなくなっていたのですが、パスポートや本来旅行に持っていくはずだったであろうキャンプ用具は部屋に残っていました。そして現在でもこの事件の真相は分かっていないのですが、いくつかの説が考えられているので、ここからは有力とされている3つの説をご紹介していきたいと思います。1. 長尾さん犯人説。
名護さんは旅行の少し前に信濃さんにプロポーズしていたことが分かっています。ですが信濃さんにはその気がなかったようで、このような考えの違いによって揉め事に発展した可能性が考えられます。また信濃さんが旅行に出かけた日の翌日の7月27日には、普段家賃を払っていなかった長尾さんがなぜか大家に家賃を払いたいから口座を教えてくれと連絡するという不審な行動もとっていました。ですが長尾さんは26日以降少なくとも2日間は家に残っており、もし長尾さんが信濃さんを手にかけたとするなら、のんびりしすぎているのではないかとも言われています。 2. 謎のオランダ人犯人説。どうやら信濃さんの父親はあの坂東英二さんと知り合いだったらしく、1995年に坂東さんが出演している公開捜査番組で本件が取り上げられたそうです。そして番組では事件後信濃さんの家のカレンダーに怪しげな書き込みがあったことを取り上げていました。このカレンダーにはほとんど何も書き込まれていなかったのですが、7月26日と30日の欄にオランダ語の怪しげなメモが書かれていたようです。まず信濃さんが失踪した26日には逃走・飛行を意味する単語と解読不能な言語が書かれていて、30日には出発・午後2時・空港を意味する単語が書かれていました。ですが失踪後信濃さんたちのパスポートは家に残されていたため、空港などのメモはミスリードで捜査の攪乱のために書かれたのではないかと言われています。ちなみにこれらのメモは信濃さんの筆跡とは異なっていて、長尾さんはそもそもオランダ語を書けなかったそうです。またオランダに帰った信濃さんの夫と事件との関係性は今のところ確認されておらず、他のオランダ人の事件への関与が推測されています。 3. オウム真理教黒幕説。信濃さんの家が捜査された際、オウム真理教の本やポスターが見つかっており、信濃さんや長尾さんがオウム真理教と接点があったことも知られています。そして信濃さん失踪とほぼ同じタイミングでオウム真理教による大規模な誘拐事件が起こっていたため、警察もオウム真理教の事件への関与を疑っていたのですが、オウムが事件に関与していた証拠は一切見つかりませんでした。他にも犯罪者や工作員が身分を隠すために他者の戸籍を乗っ取る灰乗り説なども噂されていますが、どの説も決定的な証拠はありません。そして3人の遺体は未だに見つかっておらず、本件の公訴時効は2004年に成立し、事件は迷宮入りしてしまいました。僕を探さないで、庄山仁志くん失踪事件。1969年2月23日長崎県佐世保市に住む当時中学2年生だった庄山仁志くんが行方不明となりました。この日の午後2時頃、仁志くんはデパートで買い物をしてくると言って制服姿で自宅を出ました。ですが家からデパートまではそこまで離れていなかったにもかかわらず、仁志くんはなかなか帰ってきませんでした。そして仁志くんが家を出てから約4時間後の午後6時半、庄山家のインターホンが鳴り、仁志が帰ってきたと思い両親が扉を開けると、そこには見知らぬ成人男性が立っていました。この男性は当時24歳だったクリーニング店の店員 A で、 A はなぜか仁志くんが被っていたはずの帽子を手に持っていたのです。どうやら数時間前、二人の少年が側溝にはまったバイクを引き上げようとしていたらしく、 A が少年たちの手助けをしようとジャンパーを脱いで道路脇に置いたところ、少年たちがそのジャンパーを盗んでいったそうです。ちなみにそのジャンパーのポケットには現金46万円が入っており、 A は片方の少年のズボンのポケットに入った帽子を掴んだものの逃げられてしまったのだとか。それから帽子に書かれた名前を手がかりに持ち主をたどったところ、庄山家にたどり着いたそうです。そして仁志くんの両親は一応 A に謝罪したのですが、内心この人の言っていることは怪しいと考えていました。その後 A が去り、夜になっても仁志くんは一向に帰ってこず、警官50名が仁志くんの捜索に当たったのですが、仁志くんはやはり見つかりませんでした。そのまま夜が明け、2月24日仁志くんの父親が家のポストを開けてみると一通の手紙が入っていました。その手紙はなんと仁志くんから送られてきたもので、手紙にはこう書かれていました。前略、心配かけてすみません。悪い友達に誘われて人のお金を取りました。中には40万以上も入っていましたが、僕は少ししかもらっていません。学校の方は僕の気持ちが収まるまで病欠にしていてください。すぐに帰ってお詫びいたします。どうか探さないでください。この手紙に書かれた字の筆跡は仁志くんのもので間違いないとされています。とはいえ、仁志くんが誰かに指示されて手紙を書いた可能性は否めないですし、何より14歳の少年が前略といった統合を丁寧に使い手紙を書いていることにも違和感を覚えます。また仁志くんの母親は手紙を読んで、普通漢字で書くようなところがひらがなで書かれている上に文字が変に歪んでいて怯えた感じが伝わってくると述べていました。
さらに父親曰く、ひとし君はこれまで補導なども受けたことがないらしく、担任の教師もひとし君は学級委員を務めていて、真面目でおとなしい生徒だったと評価していました。その上、A の話ではひとし君たちがジャンパーのポケットに入った現金を盗んだようですが、ひとし君たちが A のジャンパーに現金が入っていると分かったのも不可解です。そのため警察は手紙は何者かがひとし君に無理やり書かせたもので、A かその周囲の人物が書かせた可能性が高いと睨み、すぐに A の素性を調べ上げました。その結果、A が数ヶ月前に窃盗事件を起こしていて、仮出所中の身であることが判明したのです。これにより一層 A への疑いが強まり、警察による事件現場の調査や周辺住民への聞き込みが行われました。すると、ひとし君たちがバイクを引き上げようとしていた様子を見た人など誰もおらず、それどころか事件現場の側溝ではバイクがはまっていた跡など見られなかったのです。そのため警察は A への厳重な取り調べを行い、 A を嘘発見器にもかけたのですが、 A が犯人であるという結果は得られませんでした。それでも仮出所したばかりでクリーニング屋に勤めていた A が40万円現在の価値に換算して100万円以上を持ち歩いていたという話の信憑性は低いと考えられています。そして事件後、 A はすぐに佐世保を去り、各地を転々としながら最終的に奈良に落ち着いたそうで、 A が奈良に引っ越した後、本件を追っていたとある記者が A に取材しに行きました。どうやら A はすでにこの時結婚して子宝にも恵まれていたようで、生計を立てるためにダンプカー運転手に転職していたようです。そして記者が A の家を訪ねると、 A は明日は朝が早いんやと言って一度取材を拒否したのですが、その後すぐに家から出てきて取材を受けてくれました。この行動について本人から語られているわけではないのですが、おそらく A はここで断ってもどうせまた後で取材に来るだろうと思い取材に応じたのではないかと思われます。そして記者はまず40万円という大金を当時どうやって手に入れたのかを A に尋ねました。すると A は訛りの強い口調で、金の出どころか、特に言えん金というわけじゃない、言うと不利になるということはちょっとあるかな、いつかは言わんならんということはちょっとあるかなとはぐらかしながら答えました。それに対し記者が、では今言ってくださいと返すと、 A はこう答えました。わしは情に脆いからな、そう言われてると言いたくなるんやけど、警察のメンツが立たんものな。また記者が、ジャンパーの中に大金が入っていたことをひとし君が知っていたのは不自然だと言うと、そうやな、外から見えんしな、そう言われれば不思議やととぼけた様子を見せていました。結局どの質問もはぐらかされてしまったため、これといった証拠は得られませんでした。そしてここまでは A の言動に着目してお話ししてきましたが、実は失踪直前のひとし君の行動にも不可解な点がいくつかあると言われています。まずひとし君は失踪前に工作の材料を買いに行くと言ってデパートへ向かったのですが、そもそも工作用の材料は全て学校から支給されていたため買いに行く必要はなかったのです。また失踪する前日の2月22日、ひとし君は仲のいい友人に家出をしたいと漏らしていたそうです。ですがひとし君は家出をする動機については特に語っていなかったようで、ひとし君の家族も特に心当たりはなかったようです。さらに事件当日のひとし君の外出後、ひとし君が誰かと待ち合わせているように立っていた様子を目撃した人物もいました。そしてここからはあくまで推測ですが、ひとし君は事件の前からひとし君をさらった犯人と面識があったのではないかと考えることができます。さらにひとし君が失踪する直前、不審な男3人組が庄山家の近隣住民に庄山家について聞き回っていたという証言もあり、犯人が少なくとも3人以上いるといった可能性も考えることができます。そして犯人グループは庄山家に関する情報を集め、ひとし君の家を突き止めると同時にひとし君との接触を図ってそそのかし、23日にひとし君と会う約束を結んだのではないでしょうか。またひとし君の両親曰く、送られてきた手紙に書かれたひとし君の名前は間違えていたそうです。これは23日に犯人グループから手紙を書くように言われたひとし君が不審に思い、誰かに無理やり手紙を書かされていることに気づいてもらうためわざと間違えたのではないかと考えることもできます。そして犯人グループがひとし君を誘拐した目的については、臓器売買や人身売買、拉致など様々な説があります。そして現在、事件から50年以上経った今もひとし君のご兄弟は今も生きておられます。もしもひとし君がどこかで生きているのであれば、兄弟で再会できる日が訪れることを願うとともに、この事件の全貌が解明されることを願いたいと思います。